お疲れ様です。収益化 YouTuber を目指す皆さん、えー。今回はね、YouTube をせっかく始めているのに、そして動画更新もコンスタントにしているのに、な、ま、ぜ、あ、かね、思ったような成果が得られない、まあ、つまり収益化しないことについてちょっとお話ししようかと思います。えー、まずね、収益化っていうと、広告収入をもらうためのチャンネル登録1000人っていう、まあ、そういったボリュームと、 あとは、チャンネル登録者数にかかわらずに、動画の中で自分のコンテンツを売ってるかっていうところ、もしくはお問い合わせをいただいて、お問い合わせをいただいた方に直接ね、いろんな商品提案をしてるかって、まあ、こういった道があるんですけどもね、これをダイレクトレスポンスマーケティングというんですけども、まあ、その専門用語はどう、まあいいとしてですね、YouTube で何がしかの売り上げを上げようと思ったら、とにかく誰かからお金をもらうってことになります。 じゃあ何をもってお金をもらうかっていうと自分の動画に対しててて興味を持っっいただくっていうのが、まあ、最低限必要なわけですよね。その動画に興味を持っていただいているかどうかっていう指標の一つに再生数があります。チャンネル登録がありますさらにコメントが入ってるかどうかっていうのがあるんですよねじゃあ例えば再生数が30とか40だった再生数は少ないけどもコメントが10個20個並んだこれは非常にね信頼されてるっていうことなんで商品が売れる日も近いと思います じゃ逆に再生数が500とか1000っていうのがコンスタントに出てるのにめったにコメントが入んないこれはどういうことかっていうと一つにはですね YouTube のアカウントを持ってない人が見に来てるっていう例がありますそうなるとコメントはほとんど入りませんえー、もちろんね改めてチャンネル登録をそういった方がしてくださってコメントを書くためにチャンネルをアカウントを作るっていう例はありますけどもほとんどないでしょうね YouTube っていうのはアカウントがなくても見れますんで で、見るだけで再生数は上がりますんでねただコメントを入れようと思うとやっぱり、えー、自分のアカウントを作らないといけないという視聴者さんのお仕事も出てくるわけですよこのようにこの人のためにアクションしようかなっていうふうに発信者の方に信頼関係を寄せた場合アカウントを作ったりコメントを書いたりその向こうにはお金を払って商品を買ったりっていうアクションがあるわけなんですよ、まあ、ですんでね YouTube をやっていて収益化しないってことは 視聴者さんとの信頼関係がいまいちだというふうに考えた方がいいです。で、これをどう改善するかってことなんですけども、おそらくこれをやってないんじゃないかなっていうことを二つ今日は申し上げます。一つは、そもそも自分のやっているジャンルにマーケットサイズ、このボリュームが少ないんではないかなってことですよねえ。例えばね、とんでもない大きな成果を出しました。だから皆さんもその大きな成果を一緒に出していきましょうってやってもなかなか難しいんですよ。例えば、3年で1億円稼ぎました。 皆さんも3年で1億稼ぎませんかって言ったらワクワク胸が躍るんですけどもはっきり言ってやることっていうのはむちゃくちゃきついですだったら毎月3万5万をとりあえず稼いでいきましょうっていうふうにした方が多くの方が参加してもらえるんじゃないかなっていうふうにハードルを下げていくんですよね大きな成果を出した私だからこそこのぐらいの小さな成果を皆さんに再現性を持って出せますよっていうふうにした方が説得力があるんじゃないかなってことなんですよで、まあ、ですんで 自分がどのぐらいのマーケットに対してアクションしているのか、これをリサーチしてもらいたいなっていうところが一つです。もう一つは、じゃあリサーチするべきものがあできたらライバルはどうなのかなってことですよね。ライバルは認識しますかってことなんですよ。自分の発信しているジャンルがあると思いますけども、そのジャンルの中でいけてる人と逆に全然ダメな人、これをそれぞれまあ二人か三人ぐらいチェックしてもらいたいですよね。そうすると。 うまくいってる人の例を分析して真似してみようっていう風になって自分の動画が進化します。もう一つは逆。全然ダメな人。なかなか見つけるの難しいと思いますけども、いなければいないでこれはもういいです。もし見つかるようでしたら、あ、この人の動画は全然ダメじゃん。じゃあ、そんなダメな例を自分も知らず知らずのうちにやってないかなっていう風に自己反省するために、いい例と悪い例両方見て、 そして、いい例から学んで、悪い例からもやっぱり学んでいくってことが必要になってくるんですよね。で、コツコツね、動画を自分の考えだけで上げていって、成果が出ないってことは、自分の考えだけではもう不可能だっていうことなんで、やっぱり、何がしかのコンサルを受けていくとか、マーケティングから、リサーチをね、やっぱりこう、回収していくってことが必要になってきます。もちろん、自力で時間をかけて、知恵を使って、リサーチした結果、思うような結果が出ればいいですよ。でもそうじゃない限りは、 YouTube で生計を立てる人にやっぱりコンサルをお願いした方がいいっていう結論になります。そっちの方が結局時間も費用も無駄にしなくて済むということですよね。まあ、少なくとも誰かから学んでもっともっと成果が悪くなるってことはありませんので少なくとも少しは良くなりますんでね、えー、そういった形をとっていけばいいんじゃないかなと思います。私もね改めてですけども2024年は YouTube で収益化を実現化するために えー、頑張っていきたい仲間を募集しようかと思いますね。はい。それでは今日は、えー、以上のような形になります。えー、参考にしていただければ幸いです。